時間がある人じゃないと、これ使えんもん。ね、うん。あ、あとさ、家族ができると、お父さんとお母さんとお子さんとうぬって、JR 使ったら高くつくけんね。そうですね。それだったら車で行くでしょ。車で、そうですね。ね、家族、ご家族を持たれ、あ、ごめんね、あれね、これね、実は私がもうバキッてやろうとしてた。もう、俺、ほとんど落ちとったけん、もうこんな、そうなんですね、バキッて外したらバキッて外しただけ汚かったね。ごめん、なんか。本当？いや、なんか、昨日、実は、器物破損したって話。見た目汚いやんと思ったから、失敗されたと思ったんですけど。そろそろ買い替え時期よね、それね。今度エアコン入ってきたら、うちのにしようかな。汚いもんね。けど、三菱のこのエアコンは、よう聞きよったよ。ものすごい、もう、猛暑じゃない限り。あ、これ売れんかったもんね。あれしようかな。あれ。うん。せっかく時間があるのでご紹介していきたいと思います。例えば、あ、はい、例えばコーチのこのアクセサリーポーチ5800円です。まだあります。はい、ありますよ。それから、シックなアクセサリーポーチ、あ、じゃない、コーチのバッグ、9800円です。それから、ソフトベージュのルエベのバッグ15,800円でご用意してます。それからキーファーレイですね。キーファーレイ、はい、これがなんと19,800円です。原点が9,800円です。あ、はい、あ、どうもどうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。うん、どうぞどうぞ、ごゆっくり。今日はですね、ほら、1時間早く入れたでしょ。そう。8時半から並んであります。まだもう売れてしまった。いやいや、まだまだあります。まだまだあります。大丈夫です。いや、私ももうバッグはいっぱいないやけどさ、なんかね。あと、でもね、どっちかというと、家のがないかなと思って。どっちかというと、貴金属 20% オフが狙い目です。どちらかというと。はい。この2日間だけなので、貴金属は。はい。